はい、っていうわけでどうも皆さん、ケレジョーカーダくんです。はい、ね、まだねこの新ギター端末になってまだ入れてないやつあるんですけど、とりあえずまあ新ギター端末になって、まあ実況ではないけどな、スロット動画、あでもまあ前回お気づきあげたけど今回お気づきデュオの方をあげていきたいと思います。はい、でまあこれ設定わからんけど、現在天国終わって、まあ、言ったらないよな、お気づきデュオはね、テーブルがあるんですよ。1から16のね。まあ、これテーブル、まあ、アプリはまあ別にテーブル関係なくても天国入りゃいいよ、みたいな感じだけど。とりあえずね、もうやっていきたいと思います。行きましょう。たっくんのお気づきデュオ実況、スタート！はい。で、まあ、前回あのオキドキの初代オキドキのね動画あげたけど、何再生したかな、もう見てねえわじゃあ見ろやって始めんけどまあこれがもし200ゲームに当たらんかったら必殺高速があるから、高速召喚あるから、まあ、それもできるからね、アプリだから必殺高速あるから。まあ僕はね、やっぱオキドキデュオはね、まあオキドキ自体が好きやからね、まあ地元のなんやろな、その場所屋さん行って、まあ、あのところはもう限るんやけど、10スロかな、今10スロってやってるけどね、まあ出る時と出ん時は、まあ、当たり前だけどな、運よければ連続で勝てる時あるけど、もう母やな、今は勝ったり負けたりの。まあ、で、オキドキデュオはね、まあ、数回天井と、で、ユリカ天井があるんだけど、まあ、ユリカ天井は2000かな。で、数回天井が7回。言うたら7回目のあたりで、もう絶対天国確定。天国準備だ。だから天国かドキドキ。天国かドキドキか超ドキドキ、どっちかにおるってこと。まあでも、設定方はそんなハマらしいな。なんかさ、右上多分な、10連が何パーって見えてるから、いや、10連ないやん、なんかいいって話。で、それプラス左上に時間書いてるから、まあ、土曜日の11時40分になってるんだなっていうの分かるけど。で、現在、まあ、その天候終わって、チャンスモードかな。12期ね、今回10分じゃなく19分っていう約20分のスペシャルでもないけどまあでも逆にみんな嬉しいかな19分やったら長い方がね逆に嬉しいからまあいいんやけど、どうしようかな、これ前編後編分けようかな。まあこのオキドキデュオ実況はね、まあ初代実況はただ単パート2で、パート2で確か終わったような気がする。まああれだよ、まあ天井はね800やから将来よりか軽なった、まあ将来よりかも。あとまあようね、あのオキドキデュオの動画見てるけど、まあ確かにまあ勝ちやすい台ではあると思う。なんかあとまああと流れやな、自分の流れとか、あとまあその台が設定よくてよかったら、ほんままあプラスで終われるんじゃないかな。まあマジ運悪かったら数回天井、もしくは、ユリカ天井行くっていう悲しげがある。10スロなら、26000ぐらい持っとったら大体行けるかな。でもそんな、でも目指したくないからな。数回天井は。
まあ、別にねギガ、まあ、ギガっていうか、まあいっぱい料理あるからそんな気にせんでいいんやけどね。パート1やしな。まあ20分ぐらいにしようかな。まあトリマー回してみます。200回転ぐらいまで取りこぼしちゃうわ。光らしね、スイカのまあスイカも光ればヤフーなんやけど、なかなかよ。まああのね、まあまあまあ今でも全然現状元気なんやけどな。ちょこちょこだかな。今お腹の調子悪いっていうかな、ちょっとお腹痛いよっていうなんか親もなんか調子悪いって言ってたな。まあ滅夜サイダー、まあ滅夜サイダーのせいではないと思うけど、すごいな。滅夜サイダー飲んでお腹痛いのってどんなんやそれ。どんなんやな、逆にそれは。さあ120回転、まあ、チャンスも終わって、まあ、一応でも200回転もありますか。で当たらんかったら必殺技使います。必殺高速消火かな、当たるまで。とかに多分ね、チャンスも当たらんかったらまあ奇数かな、テーブル奇数の可能性ある。まあ朝一は大体なんかチャンスも乗る可能性があるんやけどな。でもまあ逆におらんくても逆に設定に期待できるみたいな。まあパチンコ系動画やったらあれやな、ソロパチステーションとか、そうとか、あとおきどき動画やったらいっぱいあるもんな。まあジャンジャンさんとか、ユシキさんとかね、レンジローさんとか、ユシキ、あと、磯丸さんとかね、まあ、全員飲みとんやけど、あと、寺やるね、寺井さん。とか。まあ、平定くんとかね、そういっぱいね、ライターさんおるんやけど、ね、まあまあまあ。まあ、だから、見てるね、やっぱ、いっぱいライターさんの動画を。で、勉強。で、スロットの勉強、スロットやパチンコの勉強してるっていう。勉強っていうか、まあ見てるっていうね。まあ勉強、まあ勉強か。まあ、しながらとか。まあね、ちょっと当たるまではちょっと語りたいが。で、これ、チャンスボールおるかな？20分でやっぱあっという間やな、あっという間。やっぱ楽しいことやってたらあっという間やな、時間って。まあ、たまにはこういうラフな動画でもいいんじゃないかなと。ああ、そうか、なんで異世界魔法陣編と、たっくん陣編の警察取らなあかんのやな。全然取れるんやけどな。後々ちょっと撮ろうかなとは考えてはいる。今日土曜日やけど、タクレールない可能性があるっていう。まあ時間的にね、持つならもうやっててもおかしないけど、とまあ、ちょっと決めなあかんな。またレイロさんの相談しな、そこは。金曜日だな、ちょっとまあ疲れて眠い時あるからな。あ、ちょっと。とか言ったら当たったわ。161ゲーム。これがチャンスの可能性ある。さあ、どっちなのか。はい。レギュラーです。はい。
レギュラーです。レギュラーかそうそう、このね、まああの背景にも実はあるんだけど、でシーサーは今ね、あの同時点灯だったじゃん。テーブル10以上確定、いや13以上確定だけ、ただテーブル16の可能性もあるからありないけど、あらってことはこれテーブルいいな、だからこれ上位テーブル確定です。はい、だから一番最低のテーブルが逃れたと。だこうなったらまあもうお天が上がるずっと。じゃあいくよ。ワンチャン一発上がりもなくはない。設定を決めた。まあどうやろうな。とりあえず。これ多分ワンチャン13の可能性ある。いや分からんな、13か16かっていう。16特集はもうずっとレギュラーやから、でもその代わり5回目当たったらもうドキドキよ。もう 80% 以上確定、ドキドキ以上や。これいかればな。そう、たまに運よけば1000円投資でも当たるからね。一発で上がってくれるし。おらんかな、一発目は。ただまだ分かったから、32回転でドキハナチャンス来るかも。ちょマジでマジでおもりってなった。これは分かったぞ、これ本当に分かったぜ。引っ張ったがりだ。さあ来ました、もしこれ出るのならこの2フォローに加える。これを編集で
ちゃん。左右さあ行こう。で、そうそう、これかなちゃんと、これかなちゃん、ね、右がおぬこがかなちゃんで、左おぬこがはなちゃんね。そこでね、はなちゃんいかったら、一時連確定らしい。で、しかも、はなちゃんいかったらね、一時連確定、プラス、時間も確定。じゃ天国以上におる。ベルカナでも全然おるけどね。で、さっきの光が天国なら、75% 以上やな。設定問わず絶対 75% やから、平均850万以上かな。850万越したら平均か。普通の年齢で、右上にね、この有力鑑定やったら、そう、もし30に過ぎて30になって消えたらもう天国でしようと。待って、大丈夫か、大丈夫か、もう半分過ぎたぞ。ワンチャンこれ自力当選やった可能性あるんやな、天国じゃなく。いや、おお、強気だ。はい、んにゃい。大丈夫か。おいおい、待て、大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。もしもし大丈夫ですか、シロさんみたいに。もしもし大丈夫ですか言うて。おーい、あぶねー。おやいし、ナイス。いい音鳴ったね今、ピコーンって。はい、次回もね、天国勝て。次左やパート1からワンチャン神回かな。右左いいね、やっぱこの姉ちゃん感じ。
けるなんて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 んしましたってか高速超過しました。行きましょう。はい、で鑑定行く。でここはもう確定。ここ確定かつねもう。やっぱねもうスペシャルテンパイオンは天国城やから次回確定かつ天国城やから。どうしようかな。急に俺が違くなりだしな。前編後編分けようかな。パターンこれで終わったらありえそうだな。わーお高速点滅ですね。高速点滅これもいい曲。
いいじゃん、急にトイックだったから。左右、オートプレイしてるから厳密に言うと、あ、トイレ行ってましたお花摘みやな行ってました。多分今4回目のビッグかな、ビッグなんやけど、3回目のビッグの消化の途中や、もうお腹痛が我慢できんくて、はい、もう行きました。はい多分編集で多分かかると思うけど、我慢できんくなって行ってましたなんじゃそれって話なんやけど、で、まあもう、ねえ、せっかく手間入ってるし、もう終わりまで歌おうかな思って。というわけで、終わろうと思うんだけど、な、行きましょうか。ね。なんじゃそれって話なんやけど。多分今4回目のビッグかな。しかも前回何かにかわからんし。まあ800枚いってるから、まあ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 平均っちゃ平均、まあ多分編集でテロップとか入れとかいいかもな、実はこっから中身でトイレって言わずを入れてどういうことよって話やけど、なんか親もなんかお腹痛くなったって言ったらこういうこと、夜ご飯って言ったらでもお好み焼きやったっけ、待て、これ終わるか。まあ厳密に言ったら、まあそう、さっきのビッグで終わる可能性もある、まあ、そこまで確定やからね、そこからはなるほど、いいわ、でもらおうた、わびっかく。まあこれやったらいいかな。
いやー、平均天国の平均超えちゃうね。まあビットコイン取るからね、ワンチャンドキドキの可能性もあるけど。普通の天狗でも 75% っていうのは嬉しいな。もう30分以上はいっとるかもしれんし、プチ切れたら嫌やしな、これ。まさかあれ、それまさかのことある、これ。え、まさかこれまさか終わった説、さっきのレギュラーで。これ落ちたんじゃね、これ。うおー落ちなかったわ。なんでできるの？中、どんな音？でね、まあ8話になったし、まあ通過通関かは次パート2でね、言いましょう。まあ通関でもね、そのまたやるし、てけパート1はね、ちょっとこれにて終わろうかなまあちょっとね、ちょっとね緊急治療ではないけどね、ちょっと
ね、トラブル的な、トラブルっていうかちょっとお腹のトラブルがあったから、ね、ちょっとあれやったけど、まだね、ぜひね、まあパート2も飛んでゆっくりください。パート1もね、よく見てくださいね。というわけで、たっくんのおきどき利用実況パート1はね、とりあえず一旦これで終わりたいと思います。次回へ続きます。というわけで、七時期のファンの皆さん見てくれてありがとうございます。それはキュレサララジョーカ、僕のチャンネル見てくれてありがとうなのだ。もしよかったらチャンネル登録するのだ。あと高評価もよろしくなのだ。目指せ100人だから絶対登録するのだ。それではさよならジョーカー。